一丁噛み爆。そんなに噛める？大丈夫。いやちょっと私不安ですけれども、うん、一丁噛む。最初の勢いだけはまずは大事にしておきたいと思ってます。まあそうね、服装がなんかお二人合ってますね。そうなんですよ、もうどう見てもカップル。いい感じ。だと思うんですか？なわけないじゃないですか。偶然なわけないじゃないですか。昨日ですよ、昨日の夜写真を LINE で送ってきて、どれがいいでしょうか。何でもいいけどね、私が彼に合わせましたということで、もうこれ完璧じゃないですか。だってあれだけ私が言ったからね。そうですね、全部指定したからね。息ぴったりの2人が今回やってきたのは、社員数13万人、60カ国以上に拠点を構える世界最大級のヘルスケアカンパニー、ジョンソン&ジョンソン。今や生活に欠かせない絆創膏やベビーオイルを世界で初めて開発販売した会社として有名なんです。こんにちは。こんにちは。すみません、お邪魔します。そんな巨大企業の日本本社に潜入。そこには羨ましすぎる施設がいろいろ。いいなぁ。マッサージ室に、さらには、すごい、嘘でしょ。え、いやジムじゃないですか。フィットネス行ってますけど、うん、こっちの方が全然いい。綺麗だし広いし、たくさんある。そして今回一丁噛みするのは、マウスウォッシュのパイオニア、リステリン。マスク生活の今、お口の中が大変なことになっているって知っていましたか。私にやってきたのは、世界最大級のヘルスケアカンパニー、ジョンソン&ジョンソンの日本本社。ではフロアにお方にお願いします。広報の浅田さん案内のもと、まずは巨大企業の気になるオフィスを探検。こんにちは。すみません、お邪魔します。お邪魔してます。うわ、広いな。すごいね、清潔感があるね。おしゃれじゃないですか。めちゃくちゃ、いや、おしゃれだし、木製で完全にフリーアドレスになっておりますので。自由にどこでもいいんですか。はい、もう自由に、はい、自分の働きやすい場所で働けるようになっております。へー。自販機すらおしゃれに見えるオフィスですが、実はこれなんとただ、コーヒーや紅茶に炭酸水など飲み放題なんです。ただだって羨ましすぎる。飲み放題だよ。え、うん、でもちょっと待って、これだけ20円ってあるんですけど。あ、本当だ。コーンスープと、これは何ですか。味噌汁。お味噌汁だ。味噌スープって書いてある。お袋の味、はい、いや、ジョンソン&ジョンソンさんですよ、はい、天下の。そうです。ここもやっぱりフリーにするべき。違いますか。ちょっとここ20円なんでしょうね、はい、これはなぜ20円なんですか。これはちょっとリッチだからじゃないですか。ちょっとリッチ。ちょっとリッチ。はい、ちょっと自販機でこれだけ絡まれたのが初めてでして、はい、ちょっと戸惑っております。しつこいって私たち。いや、武藤さんです、これ。私じゃない。だってさあ、自販機に一丁噛みすること10分。続いては、実はね、はい、もう一つ、はい、見ていただきたいなと思ってるものが、こちら、ジョンソン&ジョンソン社長の黒木明彦さん、自ら案内したい自慢の施設があるんだそうで。はい、はい、こちらになります。はい、どうぞ。お、嘘。待って待って、これすごい。すごい。嘘でしょ。え、いやジムじゃないですか。え、見て見て、こんなジム普通でもないですよね。うん、バイクがあって、はい、でランニングがあって、ね、ベンチや、ね、ベンチプレスもあって、ダンベルもたくさんある。今走ってらっしゃる。本当だ。私フィットネス行ってますけど、うん、結構かかるんですよ。1ヶ月、まあ、8000とかぐらいするんですよ、うん、はい、ここもだからそれなりにね、引かれるんじゃないですか、給料から。いや、実はここは無料でございます、はい、ただですか。ただで、ただでここ使っていいんですか。いつでも。仕事中でも利用できる専属トレーナー付きのスポーツジム。毎日レッスンを受けられるストレッチルームもあるんですが、これもただ。さらには、いいなぁ。マッサージ施設も完備。料金は格安の30分500円。価格設定に無理がありますよね。コーンスープとお味噌汁が20円、マッサージ500円で、そしたらフィットネスってただ。フィットネスただ。おかしくないですか。ちょっとおかしくないおかしくない。まあ価格がね、あれと思うかもしれないですけど、 ね、そこはもうとにかく社員の健康と安全と、これを第一に考える。
存分に会社を探検したところで、ここからが本題。ジョンソン&ジョンソンの看板商品を紹介していただきましょう。こちらがバンドエイドですけど、絆創膏の中で売り上げ1位をいただいております。これも本当にだって高校野球やってた時そうですよね、ずっと怪我ばっかりしたので、これすぐ治るんですよね。はい、私はもうこれがね、もうすごく思い入れが強いんですよ。ジョンソンベビーオイル、日本でナンバーワンの売り上げで、はい、そうなんですね。やっぱりね、私ね、息子が2人いるんですけれども、はいはい、これを使ってベビーマッサージを毎日してたんですね、はい、だからもうこれ見るとすごい懐かしくて、あ、そうですか、今でも使ってるんですけど、いやー懐かしいわ、はい、知ってるようで意外と知らないジョンソン&ジョンソンの商品。売上トップのブランドが並ぶ中、今特に注目を集めているのが、これですかもしれません。殺菌力の、そうなんです、リステリン。これ私本当に愛用してるんですよ。ヘビーユーザー、ヘビーユーザー。これがこの大きいボトル がいつもストックが5本あります、うん、多すぎますよ。それはそんな使わないでしょ。なんで、でも夫婦で使ったらあっという間になくなるんですよ。本当ですか、ね、ですごい。なくなるともう心配で、うん、すぐ買いに行くんですよ。向川アナもおすすめのリステリンですが、その実力は折り紙付き。日本を含む世界50カ国以上でナンバーワンの売り上げ、マウスウォッシュ界の王者に君臨しているんです。新幹線の中でもちゃんとこちこちペーして、そうです、そうです、やらないともう気持ち悪いんですよね。これ色違うと、こう並べてキンコンカンと音が違うのでのしてます。それ嘘でしょ。嘘です。それはできないです、ね、それはできない。社長、そろそろ、はい、そろそろ、はい、そろそろ、もう退場ですか。広報浅田さんの絶妙なカットインでトークは終了。ここからはリステリンチームにバトンタッチ。知られざる秘密が次々と明らかに。まずリステリンなんですけれども、1879年に手術用の消毒液として誕生しております。なるほど、はい、その次にですね、1895年に世界初のマウスウォッシュとして歯医者さんで使用が開始されるんです。あ、すごい、世界初なんですね。リステリンが世界初なんですか。はい、全部の中で、はい、あ、すごいな。とここでリステリンチームから中野アナにこんな質問が。浅野さん、お口の匂いとかって気になられたりしませんか。失礼ですか。あの、気になりますかね。実はマスク生活が口臭悪化の原因に。マスクを着用していると鼻呼吸がしづらく、自然と口呼吸が増えてしまう。口呼吸が増えると唾液が減り、菌が増え、結果口臭が悪化してしまうというわけなんです。もしかしたら中野さんのお口の中、こういうことになってるかもしれないなっていう。どういうこと？え、何？え、何？鼻につく。うわー！嘘でしょ？こぼしゃこぼしゃ。そんなことになってる。違う違う、私の口はそうじゃない。そんな悪臭のする液体にリステリンを口に含む量を入れて15秒混ぜてみれば。ん、リステリンの香り。本当？ちょっと見てきて。すごい。お願いします。これですよ。これですね。私の口の中はこの道。なんか私さっきのじゃないみたいな。いや、さっきの中野くんだけ。口臭予防に期待が持てるリステリンですが、豊富なラインナップの中注目すべきはトータルケアシリーズ。口臭以外にも虫歯や歯肉炎など7つの悩みをこれ1本で解決できるんです。これはすごいと思うんだけど、私もっと評価されてもいいと思う。 ありがとうございます。あ、ごめん、一丁噛まなきゃいけなかった。いや、褒めてた。褒めるしかないわ。どうしよう。盤石に見えるリステリン、しかしマウスウォッシュに対してこんな風に思っている人も多いんじゃないでしょうか。正直、はい、やっぱ面倒くさいというか、はい、歯ブラシだけで十分なんじゃないかなとは思うんですけれども、もうこれに関しては私もどっちかしかできませんって言われたら、はい、ブラシで磨いた方がいいかなって思ってるんですけど、はい、
ちょっとここからですねクイズを始めてみて、はい、皆さんにですねなぜリステリングが必要なのかというところを、はい、説明したいなと思います。グイグイいきますね、はい、クイズですか、はい、第1問。口の中の菌の数は手のひらの何倍あるでしょう。この数字を聞いたら意識が変わると思いますよ。正解はですねなんと、超えてきた。マウスウォッシュへの意識が変わる1問目のクイズ。口の中の菌の数は手のひらの何倍あるでしょう。なんだろう。じゃあ私は10倍ぐらい。500倍。500倍。そんなにあります。あるある。口の中の菌を舐めたらいけませんよ。正解はですねなんと、40倍。超えてきた。40万。はい、40万倍です。人の人のいいですね。そうなんです。続いて第2問。菌がいっぱいの口の中、歯ブラシで何パーセントケアできてると思います？4割。 40%。 正解はですねこちらなんです。うそ。 25%。 そうなんです。これだけしか磨けてないんですか？そうなんですよ。実はですね多くの部分は磨けずに残っておりまして、例えばですね頬の内側、あと歯茎、お口の中にはですねその歯ブラシでは届かないところがたくさんあるんですね。磨かないところというのは、そこを放っておくとどん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 菌が増えてしまうと。歯磨きだから歯しか磨かないじゃん。うん、そうですね。でもこっちは口腔ケアだから口の中全体で、ほら大きくなってる。あ、すごい。そういうことですよね。はあ、ほら。歯ブラシだけではケアできない口の中、リステリンを含みおよそ30秒すすぐだけでほとんどの菌が死滅すると言われているんです。ただやっぱり刺激が強いかなって思っていまして、はい、刺激強くないですか？私は強いのが好きです。ありがとうございます、はい、強いのが好きですか？はい、強ければ強いほど。好みに合わせて3つのタイプを用意しているトータルケアシリーズ。低刺激タイプはマウスウォッシュ初心者にもおすすめなんです。うん、うん、甘いです。刺激も全然少ないから利用しやすいですね。これありがとうございます。でもお口の中しっかりと殺菌されてますので、うん、すっきりしてます。物足りない。刺激が欲しい。もう刺激十分あります。存在が刺激ですよ。コロナで衛生意識が高まったこともあり、売り上げが大幅にアップしているリステリン。絶好調のように見えますが、実は長年にわたる深い悩みがあったのです。社長、どうもお疲れ様です。あれ、自ら伝えるべく会議終わりの社長が再び登場。その悩みとは、はい、悩みというかですね、リステリンは関西でのシェアがそんな高くないんですよ。あら、でもどうして関西は売り上げが低いんですか？あのね、まあいろんな理由あると思うんですけど、はい、かっこつけすぎてるんですよ。そう思います、社長。でしょ、かっこつけすぎてて、アメリカ生まれだけあってどこかシュッとしたイメージのあるリステリン。確かに関西ではちょっと受け入れられないかもしれない。なんとか受け入れてもらおうと関西弁の CM を作るなど試行錯誤しているんです。とここで関西を代表して向川アナがアドバイスを。1個言うとしたら、名前がおしゃれすぎて、覚えにくい。なるほど、ドカーンとした名前の方がいい。そうなんです。見たらすぐに分かるっていうのがいいんですよ。なんだろう、何がいいかな。さっぱりんとか。さっぱりん、お口さっぱりんっていう。そうかな、聞いたことあるな。本当あります。